助かった。行っていいぞ。念のため何か目撃情報がないか聞き込みさせてる。よし、何かあったら知らせろ。あれどうすんだ。どうしたもんかね。通りかかったバスに乗って終点まで降りなかった。恐怖に駆られたことによる突発的な行動。アンドロイドが恐怖だと。変異体ですよ。感情に圧倒されると理不尽な決断をするんです。それで一体どこにいるんだ。まだ近くにいるのか。計画もなく行くあてもない。かもな。この子に食べ物を見つけてきた。ほら食べよう。昨日の誤解を解くためのプレゼントだよ。料理するんだ。人間がするようにね。肉を焼くんだ。ほらほら、そこに座って。よし、それでいい。ラルフはこの子のために一生懸命食べ物を探してきたんだよ。なのに断るのは失礼だ。だろう。よし、絶対に気に入る。とってもジューシーだぞ。ジューシージューシーだ。父さん、母さん、娘だ。ねえ、カーラ、私食べたくない。なんだって。食べたくないと言ったのよ。これじゃ不満だっての。もっといいものがいいって。でもラルフがせっかく取ってきた。だから食べるんだ。さあ、ほら食べて。食べろ。食べろ。ラルフ、立ってもいい？もう行かないと。お願い。いいや、お前は行かない。ラルフがいいと言うまで。あなたは家族みたいになりたいのよね。そうでしょ。父親、母親、娘みたいにって。父親はナイフで娘に食べろって脅したりしない。苦労して手に入れたんだ。だからこの子に食べてほしくて。ラルは悪いやつじゃない。本当だよ。なら行かせて。すみません。フェンスにブルーブラッドが。他にもアンドロイドがいたんだろう。
AX400 を探している。見かけたか？誰も見てない。怖がらないで。傷つけたりしないよ。ここに他のアンドロイドは？他のアンドロイド？いや、一人だよ。フェンスにブルーブラッドが。他にもアンドロイドがいたんだろう。ラルフが引っ掛けたんだ。ラルフの血だよ。2階に人は？いや、いないよ。コナー、お前そこで何してんだ？今行きます。コナ、何してんだ？見つけたのか？いえ、いません、ここには。な、いるわけないって言っただろ。ほら、行くぞ。守ってやれ。人間に見つかるなよ。Thank you.